こんにちは、平安です。今日もですね、糖化類の調査を行っていきました。ですね、動画のコメント欄の方をですね、見ていて、ヒューズが、飛んだんじゃないのかとか、あとバッテリーレスにしてるので、バッテリーついてないからいけないんじゃないかとか、そういったコメントをいただきまして、あとですね、あとはレギュレーターですね、レギュレーターが悪くなってるんじゃないのかっていう、ちょっとそこら辺を、どうなのかっていうのをちょっと調査しようと思いまして、今回は、朝からまた、中華モンキーの方をちょっと触っていきました。バッテリーの方はですね、バッテリーダメなんじゃないのかなと思いまして、早速注文しまして、もしかしてっていうことで、レギュレーターの方ももう注文を、しておるんですけども、ちょっとね、どちらもまだ届いてないので、まずはヒューズですね。ヒューズがどうかっていうところがまず心配なので、まずそこのヒューズを見ていこうと思います。バッテリーをね、積んでない、バッテリーレス仕様なんですよ、このモンキーっていうのは。で、やっぱりね、バッテリー積んでないと、いろいろ、高回転回した時とかに、負荷がかかってしまうのかなっていう、ちょっと電気がね、流れすぎて、負荷かかるんじゃないのかとか、そんなところを、がありまして、もしかしたら、ヒューズが切れてるんじゃないのかと。ヒューズが切れててもエンジンかかるっていうような書き込みもあったので、その可能性あるなと思いまして、ちょっとまずは、カバーの方を開けてみて、ヒューズどうなってるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ヒューズの交換っていうのはバッテリーのね、付近に、ヒューズボックスがあるので、それを見るというような感じになります。これ中華ハーネス使ってるので、純正ハーネスの方とはまたね、ヒューズの場所っていうのがね、ちょっと違ったりするんですけど、そのあたりについては今回は、中華ハーネスでっていうことで、ちょっと見ていただければと思います。今手にね持ってる筒ですね、ここの中にヒューズが入ってます。でこのケースの方をパカッと割りますと、ヒューズが2本、1本は刺さってて、1本予備がついてます。なのでね、緊急で出先で切れても、このヒューズ変えるだけで、走行できるよっていうような、そんな感じになってるっていうことになりますね。予備1本付きっていう。でちょっとそちらの方を、まずは外してみて、切れてるのかどうかっていうのをちょっと見ていこうと思います。ついてる状態でね、見た限りでは特にね、中が曇ってたりとか、パンクしてしまってるとか、そういうところは見受けられないんですけど、ちょっとね、外してどうなんでしょうね。外してよく見たら切れてるとかっていう、そういう可能性もあるので、まずは外して、見たいと思います。こちらですね、ちょっとね、カメラにね近づけてもうまく見えなかったんですけども、ちょっとね、見てみた限り、特にね、問題ないんですよね。で、比較しようと思って、切れてない方というか、予備の方の、ヒューズの方も外してみて、それとね、比べてみてどうかっていうのを、見てみたいと思います。で、両方とも外したんですけど、ヒューズは切れてはない、切れてはないというところが、分かりまして、一応念のためですね、予備の方のヒューズじゃあつけてみたらどうなのかと。で、元のやつは一旦そのまま置いといて、それでね、もしついたら、ヒューズの方、切れてはいないけど、ちょっとそっちが調子悪くなったとか、接点不良なのか何なのか何なのかっていうところが分かるかなと思いまして、ヒューズの方だけまずは一旦、交換して、エンジン起動するかどうかっていうのをちょっと見てみようと思います。ここがね、切れてるとかだったら、すごく分かりやすくて、これ変えるだけで、よかったんですけど、ちょっとね、当てが外れてしまって、特にね、問題なさそうなんですよね、このヒューズ。切れててむしろ欲しかったっていう、切れてた方が分かったんですけど、特にね、問題がなさそうなので、まずはもうちょっと仕方ないんで、ここまで開けちゃったんで、
まあ、ちょっと付け替えてで見てみてね、どうなのかななんていうふうに、今考えておるところです。はい、とりあえずね、これまあ差し替えるだけなので、まあ、ちょっと一回、差してみまして、でちょっとエンジンでもかけてみようかなと思います。まあこの、まあ、バッテリーがないイコール、まあ、バッテリーのとこには、電気が溜まるわけじゃないですか。回しすぎてしまったりとかしても、だからそれがね、受け止めれるところがないっていうことなのかなと、バッテリーレスの場合、なので逆にバッテリーレスでやるんだったら、もっとコンデンサーをなんかでかいものにするとか、まあ、ちょっと僕もね、電気ようわかんないんでね、ちょっとそのあたり偉そうに言えないんですけど、コンデンサーでかいね、容量のものに変えるとか、そういうふうなことをしたら、ひょっとしたらまあ、違うのかもしれないんですけども、ちょっとね、このヤフオクで買った、バッテリーレスってね、もう10年ちょっと使ってるんですけど、まあ、それが原因なのかなとか、思ってます。まあ、で今普通にねエンジンかかったんですけど、まあやっぱり光らないので、まあこれはやっぱりバッテリー積まないといけないのかなとか、まあ、バッテリーだけじゃなくて、レギュレーターもパンクしてるんじゃないのかなっていう、ちょっとそんな可能性があります。まあ仕方ないので一旦カバーの方を戻していきます。こうなってくるとね、結構ねちょっと深刻な、話じゃないのかなと思ってます。まあレギュレーター交換したらすぐ戻るんでしょうけど、これでねレギュレーター変えたら戻りますって言っても、またレギュレーターが切れる可能性っていうのがあるんですよね。そのちょっとその根本の解決には何も、なってないというか、どこも解決してない状態で、ただ部品の交換だけ、して、終わるってなると、まあ次もまたねなる可能性があると。で、そんなね御堂筋なんていうのはね、ほぼ毎日乗るわけですから、そこのところでねちょっと、回しただけで切れるとかってなると、まあ本当に困るわけですよ。まあちょっとね、あとまあ何か考えられるんでしょうね。まあバッテリー積んだら大丈夫なのかなって気もしますけどね。でちょっとまああとはゴリラの確認の方もしていこうかなと思います。先日ですね、ちょっと作業の方を行ったんですけども、なんだか嫌な予感がして、オイルキャッチクーラー、オイルキャッチタンクですね、オイルキャッチタンクのところに配管ちゃんとしたんだろうかっていう風なとこを思ったんですけど、エンジンのブリーザーから出てるホースをですね、そこのとこ繋いでたはずだったんですけど、今見たらね、まあ、全然繋がってなくて、それはあかんやろっていう風なことで、ちょっとそこのとこの配管をします。まあ一回ねチューブの方を外しまして、それをフレームの穴を通して、で、オイルキャッチタンクの方に、まあ、挿していくだけっていう、そんな感じになります。で、これね固定用の金具とかもねあったはずなんですけどね、やっぱりねなくしちゃってるんですよね。もうこういうふうにね、長期でね、なんかね、作業を中断してたりとかすると、どこに置いたのか分かんないとかっていうね、そういうのがね、必ず出てくるんですよ。必ず出てきて、まあ、こんなことになってしまうんで、まあ、何かね、作業するときはもう、途中で中断せずに、まあ、しっかり最後までやりきるっていうのが、一番いいんじゃないのかなと思ってます。で、ゴリラの方なんですけども、あとねオイルクーラーね、ちょっと昨日仮設置しましたよっていうことだったんですけど、ちょっとねポロンと動かしたらね落ちちゃったんで、もう一回仮設置の方していきたいと思います。でこのオイルクーラーなんですけど、僕はステアリングダンパーのステーと一緒に、共締めで、つけております。でまあ、今回はね、まあ、バッテリーも注文しているものがねまだ届かないっていうのと、あとレギュレーターも同じく届かないので、まあ、できることがまあここまでしかないと。であとこのゴリラの方もオイルクーラー のホースの方がダメになってたので、それも、できることがないので、一旦ゴリラはここまでとなります。であとはね、ちょっと朝食食べに行ってで、カフェをちょっと巡っていたんですけども、まあ、そんな時にね、いつも行ってるお茶屋さん
で、相席になった方と、輸送セルってね、行ってきたんですよっていう、そんな話をしてまして、ちょうどゴリラがブローした時の話をちょっと行ってましたので、まあ、その話がね、後半の方にありますので、ちょっとそちらの方もよかったら、話の方を聞いていただければと思います。では。の橋立てだから行く途中でエンジンを山の中で壊れまし て、 って、結局修理どうさまか、それね、それね、行く直前じゃないんですけど2ヶ月ぐらい前に保険入ってたんですよね。で保険入っててロードサービスが結構ちゃんとしてたんで、バイクはちゃんと大阪に戻して、で旅行行ってる最中帰る足がねと思うじゃないですか。僕それその日の場に泊まる宿も取ってるとこだったんで、ロードサービスのダイヤルにホテルも取ってるから帰られへんっていう話をしたら、でもそのホテルは行ってくれたらありがとうございます。戻ってくる時のこれいいですわ、食べられへん、多分いや食べれるかどうかちょっと怪しいんでちょっとやめときます。あ、いいですよ、もうこれで。じゃあ、あれね、なんかそのちゃんとその保険で交通費も出ますって言われて、行きバイク旅、帰り電車旅に、でその交通費も出してくれる、出してくるちゃんとした保証なんですね、きっちり。そうなんですよ、おすすめです。お名前がその天野橋立で、そのままの名前なんですね。なんかその僕もそのユースホステルってちょっとイメージがちょっとなんかすごい昔のイメージしかなくて、はい、これでその天橋立て行くってなって、ユースホステルがあるってなって、そのユースホステルのイメージだけで予約取るときに、ユースホステルってなんか火囲めるんですかみたいな、言ったんですよ。キャンプファイヤー的なとかやるんですかって言ったら、今の時代にそんなん言ってくるやつおらんと思ってたらしくて、そう、そうやるんですかって言われて、ないんですかって、あると思ってたんですよ。こう、いやね、昔のイメージだったんですよ。逆にその、はい、ユースホステルのオーナーとか人がみんなでやるんだみたいな、そうとかな感じだったんですよ。僕の中ではもうオーナーはもう交流がある、もうなんか60代以上とか70ぐらいのおじいとかがあって談話室でみたいな、みんなで初対面の人で喋ってみたいな、はい、そんなのがもうこの令和のこの時代であるんだって、よしそこやって思って、逆に僕はそこやと思ってちょっとじゃあ飯ごう持ってくるんで、それやらせてもらえないですかっていう話したら、そんな来ると思ってなかったんで、やるんですかってなって、オーナーが逆にすごい
興奮してくれて、あの僕ら求めてる客が来たみたいなって言って、僕初めての客やったらしいですよ、そんな客が。行ってる最中に道中で、うん、あのバイク運転してたらね、あのヘッドホンのところに電話かかってきて、すいませんって言われて、今日あのキャンファイヤーとかあれ火焚かれますって言われて、ああ焚きます、あの近くにあの見たらホームセンターあったんで、そこで炭買って行きますって言ったら、もう炭もう用意してます、もうあの向こうで買ってくれてますと、あのコンロも作りましたって言われて、あのブロック積んであの作りましたって言ってくれて、えそれ使っていいんですかって、もう友人と二人で、あの、いや、もう、じゃあ、それじゃあ使わせてくださいって言って、僕ともう二人でそのまま行って、あの、行ったらもう組んであったんですよ。組んであって、ランタンとかもこうやってあって。雰囲気もバッチリ。雰囲気バッチリ出て、こんな、いいんですかって思って、それで、なんか、最初、だから行った時も、ユースホステルってあれ、なんかほんま、会にならないと泊まれないんですよ。あ、なぁ。なんか、ユースのことある。ユースの会、なんか昔あるじゃないですか。ユースの会員になって、そしたら日本中のユースに泊まれるっていう仕組みなんですけど、やっぱ今はもうさすがにそうじゃない、今それがなくなってるんですね、さすがにもうあの一泊とかでも泊まれますよ、したら泊まれますよ、まだ旅してますみたいな、ユースってね実はそうなんですよ、難しい人にも会えてね、お話も聞けるからいいですね、いや良かったです、ただねそれのあ、それがすごい良かったから、僕その次の月にもう一回行った時がそのバイクが壊れた時だったんですけど、1回目それすごい良かった、はい、で2回目行ったら壊れちゃって、すごいあのいいところでしたね、止めてもらったところが、聞いてるだけで楽しいもん、でも泊まるところの部屋はもう昔ながらのこの据え置きの形で、これはおベッドがもう組み立て作られてるんですよね、次ですけど、そうなんですよ、なんか押し入れがベッドに改装みたいな、ザ・ユースホステル、ね、もうイメージ通り、イメージ通りやったんですよ、これね、この日ね、2人しかおらなかったんですよ、じゃあまあ、もうこのステムの部屋で2人、はい、もうあの好きなようにここ今日は使ってくれって言われて、あの平日に行ったんですかね、好きなようにもうやってくださいって言われて、談話してももうそのもうベタにこの結構広いですね、あでもうまいこと取ってるんだ、一応ね、でもここあの本当にユースとしての使い方で、あの学校行事で使われる時もあるって言ってて、そういう時はね、そうなんですよ、綺麗、海なのも綺麗、めちゃくちゃ綺麗でしたね、日本海の海はね、いいね、また火の入り方もいいから、こうなんか水がなんか綺麗な、ね、あ、そうなんです、キラ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 してね、いやこのイメはすごく良かったです、また行きたいんですけど、左ランチがタイが美味しく食べれる、いいですね、で泊まったら結構高いんですよ、でもランチだとまあグッとやっぱ安くなるので、でお部屋に4時間入れて、で温泉も入れて、あ、いいですね、いいでしょ、すごい、うん、もし、まあ、皆さんぜひ行ってみたんですけど、でタイのフルコース、池作りのとか陶板焼きとかのフルコースが出てる、でそれ行ってやっぱりお昼だけど、あのお酒は飲みたいじゃないですか、あ、なるほど、行き私が全部運転するから、ごめん帰り全部お願いっていうくらい、もしじゃあ次は私だって目覚めたいと、玉ねぎは買ってこられたんですけど、もうあそこでは悔しいから。